黒崎駅前駅かつての計画を彷彿とさせる、恩賀川、橋梁築法電機鉄道株式会社は、福岡県北九州市八幡西区から、能形市に至る地域で鉄道を運営する、鉄道事業者。通称、蓄鉄、蓄鉄、または、蓄法電鉄。利用者の一部からは、蓄電と呼ばれることもある。西日本鉄道の完全子会社である。本社は、 福岡県中間市鍋山町一番六号。2000年からは、西鉄の黒崎駅前、熊西島の第二種鉄道事業者となり、同区間の運営も行っていたが、2015年3月1日に、この区間の資産が、筑豊電気鉄道に移管された。北九州から直方を経て、福岡を結ぶ鉄道を計画していたが、農型までの開業に止まった。かつては、 西鉄大牟田線とつなげる構想もあり、その後も飯塚市までの延長が審議されたこともあったが、双方ともに実現には至らなかった。1956年1月30日に制定された。1996年末まで使われていた当時の西鉄の車門に似せているが、上半分が2本の鶴橋を模した形になり、下半分の輪郭がやや太くなっている。 鶴橋は炭鉱に通じ、当時西日本有数の三端地であった、筑豊丹田を通過する鉄道であることを象徴する。駅一覧、建設経緯などは、以下の項目を参照。2000系2005編成、期、西鉄北九州線と、相互乗り入れを行っていたため、路面電車タイプの車両を使用している。開業当初は、自社車両を保有せず、 西鉄北九州線の車両を5両借り入れし、この借り入れ車と同線からの乗り入れ車両で賄っていたが、1976年に西鉄福岡市内線で使用していた連接車を譲り受けして、以降、自社車両を保有するようになった。なお、それら全車が吊り掛け駆動方式となっていた。筑豊電気鉄道は2015年に、 新型低床車両5000型を導入する前は、電車を保有する日本の鉄軌道事業者で、唯一、カルダン駆動方式の電車を一両も保有していなかった。また、ステップレス車両を保有しない、路面電車型車両による事業者も畜放、電気鉄道が日本唯一であった。以後、2017年12月までにさらに三編成の新型低床車両を導入した。 車両基地は、黒崎とくすばしにあり、検車機能がくすばしに、工場機能が黒崎にある。開業当初は乗務員要請が間に合わず、西鉄北九州線の乗務員が乗務していたが、開業後に順次要請を進め、自社で賄うようにした。2004年からは、鉄道事業法による鉄道の電車を運転するのに、必要な日本の国家資格である公衆電気車操縦者。 運転免許証の取得を西日本鉄道の電車教習所に優勝で委託している。乗務員の制服は2008年3月17日に親会社の西鉄が制服を改定したのに伴い、現在では西鉄と同じ黒を基調したものに変更された。西房の車門と名札以外は西鉄と同じである。2016年3月11日までは、 すべての列車で、かつての日本全国で標準だった黒くて硬い、車掌カバンを吊るした車掌が乗務資料替えや、回数券の発売を行っていた。しかし、2014年より、IC カードの導入に向けた、自動量替え機付け運賃箱の設置、自動放送の導入、扉扱いの運転士操作への変更、各駅への広報確認用ミラーの設置などが、行われ、 車掌が乗務しなくても運行できる体制が整備された。そのため朝、ユーラッシュ時を除く昼のみ扉の開閉と両替は、車掌が行い、進行方向の運転台横の扉のみ運転手が、扉の開閉操作を行っていた。そして2016年3月12日より、平日の朝、ユーラッシュ時を除いて、ワンマン運転が実施されることとなった。 2007年頃には乗務員から移動し、黄色いヘルメットと青い作業服を着用して、沿線各駅の施設管理や清掃業務に従事するキヘルの愛称で呼ばれた乗務員が存在した。鉄道線で多く見られる、距離性、あるいは軌道線で多く見られる、均一性ではなく、路線バスなどで見られる、区間性を採用している。 地区法の大型駅黒崎駅前駅間を7区に分けており、何区乗車したかで運賃が決められている。したがって、二駅間であっても、区間境界駅をまたいで乗車した場合は2区分の運賃が必要となる。そのため、あの植木さんが、森駅間が営業キロ 2.7km で、運賃250円であるのに大使さんが、 森駅地下方中間駅間が2 9トルで200円というように乗車する区間によっては距離に対する運賃が逆転する場合がある。運賃は車内生産が基本で車内に設置されている整理券発行機で整理券を取り、降車時に車内で直接現金または IC カードで生産を行う。普通乗車券は黒崎駅前駅のみで販売されている。 定期券のほか、西鉄北九州線代替となる、西鉄バス北九州との乗り継ぎ定期券、北九州都市圏の西鉄バス全員線と、地区法電鉄の定期券を1枚にまとめた、地区バス北九州フリー定期券も発行されている。バス側では、特パスと同等の内容のものとなるが、ガ度方式は採用しておらず任意の期間の選択が、できる。 乗車カードは長らく扱いを行ってこなかったが、筑豊電気鉄道と、国、福岡県、沿線3市で構成する、筑豊電気鉄道沿線地域活性化協議会の事業として、2014年度中に、他の交通機関との相互利用が可能となる IC カードを導入する計画とし、2015年2月に、同年3月14日から、西鉄グループの IC カード、 ニモカを導入することを発表した。筑豊電気鉄道のすべての営業車両にニモカのカードリーダーを搭載し、従来の紙回数券、定期券に代わってニモカによるサービスを開始している。合わせて、隣の駅までが120円で利用できる割引サービスとして、従来のお隣切符を廃止、ニモカによるお隣割引を導入した。ありがとうございます。